はい、節電しながら冷やすエアコンの賢い使い方です。厳しい暑さが続く中、熱中症対策として欠かせないのがこのエアコン。現在節電が呼びかけられていますが、どうすれば賢く使えるのか今日は見ていきましょう、はい、まずは県内の現在の電力状況です。昨日もお伝えしましたが、翌日の電力需給の状況が厳しい場合は、前日の午後4時をめどに国からこうした注意報や警報が発令されます。間もなく出るってことですね。そうですね。予備率という電力会社の供給の余力がどれくらいあるかを示す値、これが 5% から3% の見通しの場合、注意報が、予備率が 3% を下回る見通しの場合、警報が発令されます。そして明日の東北電力管内の予備率の見通しを見ていくと、はい、こちらです。なんと 4.9% と発表されていまして、この注意報の範囲に入っているんですね。 5% 切りそうだと、はい、発表されたのは昨日の午後6時の時点ですが、この時点の見通しでは注意報基準に含まれていたことになります。明日の注意報の発令などにつきましては番組内で分かりやすく次第お伝えしていきます。そしてエアコンの使用についてはこんなデータがあるんです、はい、こちらは電力の需給状況がピークになる夏の午後7時ごろにどの家電が電力を多く消費しているか示すデータなんですけれども、第1位はやはりエアコンということで圧倒的な割合を占めています、はい、日が落ち始める時間帯なんですけれども、やはりこの時期はまだまだ暑いですから、どうしてもエアコンを欠かせないですよね。そうですよね。夕方の時間帯になっても、はい、もわっとした暑さが続いているので、やっぱり、ね、お家に帰宅してからこうピッてエアコンはつけてしまいますね。そうですよね。もうルーティン化してますよね、うん、ではどうすればエアコンを節電しながら涼しく使えるのか、うん、はい、今日はそんな使い方について株式会社コロナさんにお話を伺ってきました、はい、大切なポイントは、うん、分かりやすく言うとこの一つに尽きるということです。説明書をよく読む、それがこちらエアコンの能力をしっかり発揮させるということが一番大事なんだそうです。どういうことなのか、代表例がこちらです。よく言われているんですけれども、やはりフィルターのこまめな掃除が重要だといいます。フィルターが目詰まりすると冷房能力を弱めて、エアコンが必要以上に頑張ることになってしまい、電気の無駄が発生します。もちろん電気代も上がるんです。ではどのくらいの頻度で掃除をした方がいいか聞いてみました。目安はなんと2週間に1度ということなんですね。いかがですか。結構頻繁に、ね、掃除しないといけないんですね。だいたい一夏とか一冬が終わったぐらいのタイミングでしかしないから、いや、そういうご家庭が多いと思います。こまめにしないといけないってことだよね。そうですね。フィルターのお掃除機能などがついていない一般的なエアコンであれば、はい、なんと2週間に1回はフィルターの掃除をした方がいいそうです。今自動でフィルター掃除してくれるっていうね、高級モデルになるとありますもんね、はい、便利なエアコンもありますが、はい、そうではないエアコンは2週間に1度推奨しています、はい、でそうすることで同じ使い方でも 5% から 10% の節電になるということなので、うん、これは大きいですよね、うん、さらにこんなところにも気をつけてほしいということです。まず直射日光を防ぐだけでも大きく違ってくるということで、はい、上手にカーテンやブラインドを利用して直射日光を防いでほしいそうです。はい、そして室外機の周囲に物を置くこと、特に吸い込み口や吹き出し口を塞いでしまうと排熱の妨げになってしまうので、エアコンの性能が低下してしまいます。ぜひ涼しい時間帯に室外機の周囲に物がないか確認してみてください。室外機の前には草が生えてる時あるじゃん、あれ抜いた方がいいね。そうですね、できるだけ何もない状態にした方が良さそうです。そしてもう一つ重要なのがこちらです。こちら、細かすぎるエアコンのオンオフは逆に電力を消費してしまうそうなんです。部屋の温度が適温レベルになったときにオンオフを繰り返すよりも、
設定温度を調節して適温を維持した方が電気の無駄な消費は抑えられるということです。いかがでした堀さん、ここまでいろいろ見てきましたが、はい、しっかりあの説明書を読んで正しい使い方をしたいと思います。そうですね、はい。